こちらが花園保育園です。入り口はシャッター側、自動ドア側の2箇所があります。防犯上使用するのは1箇所にしています。登園時は7時15分から9時半はシャッター側の門を使用し、9時半以降は自動ドアを使用します。公園時は3時半から5時までシャッター側の門を使用し、5時以降は自動ドアを使用します。自動ドアを使用するときはインターホンの前に立ち、押してからクラスとお子さんの名前を言っていただいてからこちらで開錠します。玄関前は車の往来もある道路なので飛び出すことのないよう十分注意してください。狭い庭ですが土の園庭で砂場もあります。周りに花壇を作ったり、また小さな畑やプランターで季節の野菜や花などを子どもたちと一緒に育てています。虫探しが楽しめる園庭です。昨年は収穫したさつまいもでスイートポテトを作りました。庭にたくさんの人数が出られないので散歩にもよく出かけます。1歳児桜組です。桜組は20名の定員で担任が4名です。20名と大きな集団なので10名ずつ2グループ、リンゴグループ、みかんグループに分けて少人数で保育しています。それぞれのグループは担任2名です。2歳児バラ組です。2歳児バラ組は24名定員で担任が4名です。24名と大きな集団なので12名ずつ 2グループ、いちごグループ、バナナグループに分けて少人数で保育しています。2歳と3歳の真ん中にトイレもついています。こちらは健やかルームです。どのクラスでも利用できるように、またゆったりと過ごせるようにおもちゃなど環境を整えています。おそばん保育でも使用しています。安心ステーションに登録している地域の方が利用することもあります。こちらは調理室です。給食は民間委託により藤の家が作っています。墨田区の公立保育園は統一献立で作ってもらっています。主食、汁物、主菜、副菜、果物とバランスの取れた食事で、クラスの提供時間に合わせて温かいものは温かいうちに食べられるようにしています。アレルギーがある場合はご相談ください。こちらは花園文庫コーナーです。送迎時に親子で絵本を見たり貸し出したりもしています。絵本の紹介もしています。こちらはホールです。体を動かす遊び、また集会などを行います。幼児クラスはホールでお昼寝もします。保護者参加の行事はどんなものがありますか？秋に運動会と12月にみんなの発表会があります。その他では5歳児クラスの祖父母に参加していただくおじいちゃんおばあちゃん会と、5歳児クラスの保護者に参加していただく就学祝い会があります。花園保育園は朝7時15分から夜7時15分まで開園しています。夜6時15分から7時15分は延長保育となり、入園が決まりましたら別途申し込みをしてもらいます。毎日必要でない方はスポット延長保育を利用することができます。定員があるので空きがあれば利用できます。3歳児すみれ組です。3歳児すみれ組は25名定員で担任は2名ずつです。4歳児ゆり組です。4歳児ゆり組は25名定員で担任が2名ずつです。5歳児つくし組です。5歳児つくし組は25名定員で担任は2名ずつです。
5歳児クラスは話が落ち着いて聞けるように、また自分の場所があることが安心につながるので、一人一人学校机を使用しています。こちらはデッキテラスです。夏は組み立てプールを設置して幼児のプール遊びに使用します。心地よい季節はテラスで遊ぶこともできます。花園保育園は1歳児からの保育園ですが、人数がとても多い園です。乳児クラスは少人数保育を実施することで、子どもたちが安心して過ごし、一人一人の成長と向き合える環境を作っています。乳児期を大切に過ごし、幼児期へとつなげています。花園保育園の紹介は以上です。